開会式コパアメリカ2015は2015年6月11日から7月4日にかけてチリで開催された第44回目のコパアメリカである。チリが初優勝を果たし FIFA フフコンフェデレーションズカップ Cup 2017への出場権を獲得した。南米サッカー連盟がアルゼンチンで開催された2011年大会から同連盟所属国がアルファベット順に 同大会を持ち回り開催することを想定していたため同ルールに則れば当大会はブラジルが開催することになり2011年2月の時点でブラジルサッカー連盟も同国での開催予定を発表していたしかし2013年から FIFA コンフェデレーションズカップ 20132014FIFA ワールドカップリオデジャネイロオリンピックと ブラジル国内で立て続けに国際的スポーツイベントが続くことから2015年にコパアメリカを主催することに対してブラジル国内から反対意見が表明された南米サッカー連盟会長のニコラスレオスは同連盟の100周年を記念する意味も込め同連盟に所属こそしていないものの1993年から毎回コパアメリカに 招待されているメキシコでの代替開催すら示唆していたが、ブラジルサッカー連盟と本来の順番であれば、次回にあたる2019年の同大会を主催する予定だったチリサッカー連盟による競技の結果、ブラジルとチリが開催権を交換する形で合意。2012年5月、開催権交換が正式に認められ、チリでの開催に至った。大会は、 コンメボル加盟の10カ国及び招待国のメキシコとジャマイカが出場する予定。当初はメキシコと日本が招待される予定であったが、日本が2013年に制定された FIFA の新規定並びに海外組に対する招集の拘束力がないことを理由に出場を辞退。日本の代替国として中国が招待された。しかし中国もアジア排出場により、 代わって、ジャマイカが出場することとなった。時刻はすべて現地時間。グループ A チリ V エクアドルメキシコ V ボリビアエクアドル V ボリビアチリ V メキシコメキシコ V エクアドルチリ V ボリビアグループ B ウルグアイ V ジャマイカアルゼンチン V パラグアイパラグアイ V ジャマイカアルゼンチン V ウルグアイウルグアイ V パラグアイアルゼンチン V ジャマイカグループ C コロンビア V ベネズエラブラジル V ペルブラジル V コロンビア ペルー V ベネズエラコロンビア V ペルーブラジル V ベネズエラ各組3位チーム準々決勝チリ対ウルグアイ戦準々決勝ブラジル対パラグアイ戦準々決勝チリ V ウルグアイボリビア V ペルーアルゼンチン V コロンビアブラジル V パラグアイ準決勝チリ V ペルーアルゼンチン V パラグアイ3位決定戦ペルー V パラグアイ決勝チリ V アルゼンチン PK 戦の場合は引き分けとして計算する スカパーが6月12日の開幕戦から全26試合を生中継をすることを発表した。地上派ではテレビ東京が決勝を録画放送する。ありがとうございます。